湯の沢温泉は、秋田県北秋田市にある温泉である。経営者の名字から、そま温泉あるいは、尾又温泉とも呼ばれる。そま温泉から引き用して、近くの湯の大地区にも、国民宿舎森吉山荘がある。すべて源泉かけ流しになっている。温泉水 1kg 中ナトリウムイオン 290.2mg カルシウムイオン 130.1mg。 塩素イオン4 4 9 4ラム硫酸イオン3 1 0 2ラム、炭酸水素イオン1 2 0ミリグラム、久保田藩は南部藩との境界地を守護するために上京元年小又川の上流の地砂後沢に一集落を作り国境守護の人民を移動させた。京皇2年宮野志郎兵衛が境目巡視の際に湯の沢に来て温泉を発見した。 地区の古老に聞くと、古来から温泉があると言い伝えがあるが、宮まで場所を知らないということであった。実際に温泉に病の人を入浴させてみると前置することから、温泉地開発が始まった。大正3年には、蘇間市の個人所有になり今日に至る。蘇間家は、本生が相馬市で戸籍法が実施される際に、役場担当者が漢字を間違ったものである。 江戸時代の古文献でも相馬となっていて二人ぶを与えられていることからこれがわかる。終戦直後には、この地には東京電気化学株式会社の東北前田炭鉱と大雲園炭鉱があった。その頃にはこの地には映画館、郵便局、床屋、小中学校、商店がひしめき炭鉱で働く、人々の社宅もあり賑やかなものであった。 現在この地には、その記念碑が残されている。この石踏みの前には、現在も炭鉱が落ちている。また、湯の大小中学校は、最盛期には350人もの児童生徒が、学んでいた。菅江澄の時代では、ぬるま湯であった温泉で、明治時代でも摂三35度程度の湯温であったが、昭和50年頃の山陰にあった。 電化の発掘作業で葉っぱをしたところ、急に温度が上がった。また、菅山澄の記録でも、明治時代の記録でも異用臭が大きいとあるが、現在では、異用はそれほどでもない。2011年3月の東北大震災では2ヶ月半程度、温泉が少なくなり、温度が摂氏30度程度に下がった。その後、ポンプを使い湯出量も復活し温度も52。 摂氏53度に戻った。白糸の滝1802年、菅井雅美は雪の秋種で森吉山を登った後、白糸の滝を見ようと12月5日湯の体を訪れた時のことを記録している。その時、湯の体には家が2.3軒あることを記録している。雅美は児童がはしばみの実を噛む音をこう打つ音だと勘違いした。次の日の朝は吹雪のため、 床も襖も真っ白になった。次の日に白糸の滝を見て高い山形ら岩を二つ貫いて滝が落ちている。黒い岩面に白い糸筋になっている。周囲には桜の木なども多く、春秋はたくさんの人が来るように思えるとしている。マスミは滝の上にあるというス石を探そうとしたが深い雪でそれは叶わなかった。 1803年8月2日、菅江雅美は、修士桜みの塔で、今度は、伊佐子沢峠を越えて、白糸の滝を訪れる。去年、見た滝と違って、白い布を翻して、落ちるよう、山風に吹かれる様子が良い。あちこちから雲霧に込められた滝の落水を濡れながら、眺めたと記している。雅美は、川の淵に戻り、旗織り淵の伝説を記録する。 それは、水底が広い場所があり、そこでは、木を折る女が住んでいて、その織姫を水神としている。夜更けにこの淵に立つと、その姫が木を折る音が、皆そこから聞こえる。というものであった。その後、マスミは、湯の沢温泉に到着する。エゴの木が咲き、草花が混じる道をかき分けて、沢の奥の温泉に行く。そこには二重ばかりの湯の館があったとしている。 マスミはそこを小股の湯と記録している。マスミは湯は極めてぬるいく、そこで宿泊するものは稀だと記している。マスミは入島後、船で旗折り口を杉湯のタイの民家に宿泊した。今度も雨で水かさが増し綴り石を手に入れることはできなかった。実際に地元で綴りたと呼ばれている場所は小股川を東の方向に少し遡ったあたりで、 古くから川底にある黒くて硬い結番で、この葉の化石が混じった硯が作られていた。菅江雅美は、後年、現物を見て、家紋石として図に記録している。国民宿舎森吉三層、蕎麦温泉の刑事 AB、森吉三六、菅江雅美の旅、1999年3月、無名者出版 AB、秋田県温泉のしるべ西、工藤武史、 明治二十七年、菅江雅美の見た森吉福岡龍太郎、ありがとうございます。